はい、今回は、タップダンサーのタクト君をお招きして、いろんな話を伺いたいなと思います。いつも呼んでるようにね、タクトと呼ばせてもらいますけど、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まず、みんなに聞いてるんだけど、はい。まあ、タップをどうして始めたのかなとか、いつ頃からやり始めたのかなみたいなところを教えてください。自分が幼稚園生の時に、今住んでる浦安に引っ越してきて、で、浦安で、まあ、ディズニーが近いじゃないですか。よく知そってるよ。の、よ 幼稚園の頃にディズニーを見に行ってて、アンコールっていうショーを見て、タップがあって、やりたいってなって、小学2年生からなんで、8歳から始めました。あ、やっぱりじゃあその最初はそのアンコールっていうか生のタップを見て始めたいなはい、と。そうですね。で、もう最初初めそのてタップ知ったんですけど。8歳の時にどこでやり始めたのかな？最初は、今通ってる、スタジオガンバ、橋本幸先生の橋本スタジオ幸ガン先生。バです。はい。でも最初からもずっと橋本さんについてるんだ。そうですね。ずっとですね。まあそういうのってさ、全部そうだけど、出会いだからね。そうですね。それでまあちょっと言い方悪いけど、いい悪いはあるからよかったんじゃないかな。はい、ありがとうございます。じゃあもうそこからずっとってことだよね。そうですね、ずっとやってますね。で、今、いくつだっけ？今、今年の5月で22歳になりま 22 でもうタップ歴が8歳す。14から。年とかですかね。すごいよね。ちょっと、まあ、自分でもびっくりしました。でもよく続けてる。でも、大体さ、僕の周りもそうだけどさ、小学生、中学生で始めた子が、はい。う次の、まあ、大学とか上に上がってくる何かのきっかけで辞めちゃうこと多いんだけどね。んうんうん、よくそうで続すいたよね。ね。だから、タクトぐらいの世代の子ってちょうどなんか本当に、なんだろう、小さい頃からやれる環境にあったからね。すごいよね。そう周りでのす子たちもね。そうだけど、もう小学生から始めましたとかね。は結い、そう構。ですね。だからこそ、まあ、うまいんだろうけどね。で、なんだろう、習い始めてから、今までこう、タップ歴的な、こんなことあったとかさ、こんなことしたとかっていうの、なんか簡単に教えてもらえますか？最初の方は、基本的に、スタジオガンバの発表会に出演するそうっだよていうのね。がメインだったんですけど、途中からそれこそ先生の、ナショナルタップデーにスタジオガンバの一員として出演させていただくことが、オープニングとかセンター張ってたよね。そうですよ。すごく良かったよね。ありがとうございます。最終的に、そうですね。オープニングのメンバーにも出させていただくようにもなって、徐々にいろいろ幸先生が機会をくれたので、そうすなんだごよい、ね。そだれからはありそういがたかった。う機会ってやっぱりまあ、今回で橋本さんのね、判断だけどね、やっぱりいろいろこう機会いただいてね、それをうまくいいんで生かして、こう、今があるんだと思うんだけどね。絶対、だってもう、メルパルクの舞台に、その何歳の時？あれですか、オープニングの時オーでプすニか。ング出た時、あれが高校3年とかなんで、18歳まあだから、その高校生があの代表者の作品にオープニングで出るってことは、あの時異例中の異例だったからね。変な話だけど、やっぱり橋本さんのすごい推しもあって、まあ、もちろんみんなも知ってたけどね。あ、まあすごいいい機会だと思うしね。本当ありがたかっもう衝撃的に近くで踊ってましたけど。たです その後は？その後まあサップで出で、たりしつつ。タップデーにこう出させてもらって、で、いろんな方が俺のことを知ってくれて、で、そしたらいろんな人がこう、自分が主催する舞台に呼んでくれるようになって、で、徐々にこう増えてきて、お、めっちゃいい感じだって思ったんですよ。ただ、それでコロナになっちゃって、コロナの時期になっちゃったので、一気にその舞台がゼロになっちゃって、まあそうだよね、みんなそうだもんね。で、うわ、マジかーと思って、
その年に、TITF っていう、堀先生が主あ、催こしういうてのね、る、はいはい。舞台で、なんか、トリでソロを踊らせてもらえる機会があって、それで、おお、めっちゃ頑張ろうと思って、ここでバチンと決めたら超かっこいいじゃんと思って、めっちゃ頑張ろうと思ったんですけど、まあ、コロナで一回延期になったんですよ。あ、そうなんだ、もうね。で、いけそうなら延期でやる、実施するってなったんですけど、やっぱちょっとダメで、ただ、ポリ先生が、お客さんは入れないけど、舞台の本番実際にやって、それを撮って編そうだ集しね。て、それをなんか YouTube とかに載せて、なんか、まあもちろん俺の宣伝用にも使っていいよっていうことですごい働きかけてくれて、だからなんか本当に中止にはなっちゃったんですけど、なんていうんですかね、まあそこもやっぱり中野の広い舞台ですし、鳥で生演奏でっていう、その非常に貴重な機会いただけてっていうのが最近あったことですかね。まあやっぱりタクトはそれなりの道を歩んできたから、周りもね、いろいろ声かけると思うんだけどね。本当ありがたいですね。まあ、その前にほら、海外に行ったこともあるでしょ。ああ、そうですね。ああ、そうだそうだ。JTSP のっていう、日本タップダンス小学生制度三角で、さんがミスね、ミ先生、一生懸命やってるね。ミスミ先生主催のプロジェクトで、僕が初めて小学生として行ったのが、小学6年生の時小学で、生の時に行ったんだ。で、その年が初めて、こう、キッズも、受けていいですよ、みたいになった年ああ、なるで、ほど、なるほど。それまでずっと大人限定だったんですそうけだよど、ね。それでその話を、幸先生から聞いて、で、お母さんとずっと話してたのが、まあ、多分、そんなの、受からないだろうみたいな、そんな、まあめっちゃ人気だろうしって思ってたんですけど、でもまあいい経験には絶対なるから受けてみたらどうみたいな言ってくれて、で受けさせてくれて、それでありがたいことで合格して、初めてシカゴに行く、まあ初めての海外だったんで、小学校で海外だもんな。そうですね。俺らは全然もっと後だったけど。で、そっから、あ、シカゴって面白いなってなって、で、中学3年生ぐらいの頃から、こう、お手伝いとして、毎年、小学生をアシストする代わりに、自分も、もちろんシカゴに行くので、クラス受けていいよ。まあ、もちろん自費なんですけど、クラス受けていいよっていうのがあって、それでほぼ毎年、シカゴに、そのプロジェクトに参加させてもらってました。いいよね、やっぱりその自分が受けた影響がもちろんいいということだから、その後の後輩の面倒を見るじゃないけどね、いい流れだよね。その中でのことなんかいろいろないの？なんかチャレンジしたとか。自分がいつだったかな、高校3年生ぐらいの時、高校2年か高校3年の時だったんですけど、シカゴでカッティングコンテストっていう、なんかバトル形式の大会が開催されてて、ちょっと分かんない人もいるかもしれないけど、カッティングコンテストのちょっと軽く説明してもらっていいですか？あ、わかりました。お互いアカペラでタップダンサーがこう、一人ずつ向き合って、で、まあ、テンポとかを審査員が決めるんですよ。で、そのテンポに合わせて、お互いに即興を、まあ、8小節とかずつ踏んで、で、それで、どっちがよりいい即興だったか、より優れた即興だったかっていう、本当なんか最近入りのラップバトルみたいな感じのバトルそのがあって、テンポっていうのはずっと流れてるの？結構場所によって変わることもあるんですけど、結構シビアのとこだと、そのテンポをいかにずらさないかっていうのも審査対象になるので、テンポ、
誰も出さないところ、もう最初に出したら、もうもうそのみんまなま、す、そのみんなずっとシーってやって、もう本当にその2人しか音鳴らさない環境になって。だから、ずれると超ヒヤヒヤするんですよ。そうだよね。で、自分がずれるのはもちろんヒヤヒヤするんですけど、よりヒヤヒヤするのが、相手がずれたときに、やらなきゃいけないことは、ずっと維持してなきゃいけないんですよ、自分は。ただ、相手は、例えばだけど、0.5拍後をずっとこう、やり続けるんですよ。それにつられたら負けだし、あ、そうでなんも、だ。そうなんそです。ので、相手のあれに合わせていくわけじゃなくて、あくまでもずっとリズムキープをするわけだ。そうなんですよ。それで、難しいまあ、ね。相手に合わせたからといって絶対負けってなることはないと思うんですけど、ただ一応ルール的には、こう、自分が進んでいくしかなくて、突き進まなきゃいけないっていうのがあって。タクトの時はそのリズムはあったの？ないパターンだったの？なかったですね。ああ、大変だね。でも最初にトン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 ってさ、そのままなんだ。はい、そうです。おお。超怖かった。で、それが、じゃあそのバトルをしつつ、1回戦、2回戦みたいになってくるの。あ、そうです、そうです、トーナメントみたいな感じで。で、どうだっで、たその？こで、あ、そうです、高校2年か3年の時に優勝して。素晴らしい。ありがとうごそこざいだよます。ね。だから、なんていうかな、変な話だけど、やっぱり海外でね、やっぱり日本人が活躍するってすごい難しいことだし、いろんな壁がある中で、やっぱりタクトがそういうことをね、まあ、他の子もそうだろうけど、今切り開いてる若い子たちってすごいよね。そうですね。そこで優勝ってすごいよね。本当、びっくりしました、自分でも。で、そこでちょっと面白いことがあって、確か決勝の時に、決勝だけ、他は全部4小節ずつとかだったんですけど、決勝だけ8小節になったんです。8小節ずつになって、で、それで、じゃあスタートってなって、俺が8小節、まだ行ってない時、4小節で相手が入ってきたんですよ。で、俺の感覚としては、やっぱり日本人だなと思ったのが、俺がミスったと思って、やべえと思って、で、実際後々こう、水見先生とかもいてくれたので、いろいろ聞いたら、あれは俺が合ってた。だけど、そこで、やっぱさっき言ったみたいに、突っ切らなきゃいけないから、本当は。本当は俺が合ってるんだぞっていうので、突っ切らなきゃいけないんですけど、止まっちゃって。ああ、日本人だね。はい。で、気持ち的にミスったと思ってるから、あ、やばい、負けるって思ったんですよ。すごい、初っ端に、一番最初に印象悪いことしたと思って。でもそっからちょっとなんかもうリミッター解除じゃないですけど、ちょっともうやばいと思ったんで、もう今出せる自分の技とかをもうすべて出して、で、そこで多分まあギリギリ優勝できたんですけど、まあ、そのそうです後はじゃあね。もう、まあ、8小節ずつにはなってたんだ。なりました、なりました。はい。だでかもら、それは結局さ、向こうのミスっていうのは、なんだろう、ある意味作戦で食ってきたのか、間違いで入ってきちゃったってことなの？多分そうです。間違いで入ってきちゃったんだと思います。あ、決勝だけ8小節だからね。あ、そうです、そうです。普段は4小節だったから。なるほどね。はい。いやー、でもよかったね、それでも勝ててね。そうですね。超怖かったです。でもやっぱり僕もそうなんだけど、やっぱ思うのってやっぱり日本人みんなってわけじゃないんだけど、やっぱりメンタルがさ、どうしても海外に比べると弱いじゃない？で、特そうでにすね。僕らの世代ってもっと弱いのよ。変な話。失敗しちゃいけないとか、何をするにも完璧じゃなきゃいけないとかっていうところもあるから、だからそういう話を聞いて、やっぱり最近の若い子たちってそのタップに限らずスポーツもそうだけど、やっぱり全然もうメンタルがすごい強くなってて、持てる力を出せるってすごいなとは思ってる。そこがやっぱ一番すごいとこかな。だから世界、ちょっと言い方変だけど、何でも世界に対して戦いんじゃないかなっていうふうに思うよね。スポーツもそうだもんね。そうですね。まあでもそのカッティングコンテスト優勝は大きいよね。そうですね。結構自分の中でも分岐点になりましたね。やっぱり我々もそういう話も聞いてたし、あ、タクトすごいよみたいになってたし、
やっぱりその後ね、さっきのまあ戻るけど、コロナ前もそうだけど、そのやっぱりなんかタクトにやってほしいなとかさ、声かけることも多くなったしね、まあ、仕事っていうのも変だけど、ね、まあ、いろんな振りがあったと思うしね。はい。まあ、個人的にはほら、去年いろいろお世話になったんで。はい、いや。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。あの、いろいろ出ていただいたんでね、やっぱりタクトだなって思うところもいっぱいあるしね。ありがとうございます。で、なんか、今、どこにいんだっけ？あ、今、大阪にいて。大阪ね？はい。わざわざすいませんね、大阪で。いやいやいや、本当。大阪なんで？ココアっていう大阪の。ココアちゃんね。はいはいはい、はい。同世代のタップダンサーがいるんですけど、その子が結構定期的に、そのいろんな人を大阪に呼んでワークショップをしようっていう動きをしてる。じゃあ基本的には大阪の人だよね。そうですね。なんかよく東京にいるよね。はい、よく遊びに来て、まあ遊びに来るって言っても絶対タップやるんですけど、うんうんうん、それタップの本当に練習のため、こうなんかいろんな人のスタイル触れたいからっていうので、なんか結構な頻度で東京に来てたり、なんかあとはあの浩平くんがいる。あの広島の方に。広島、小平くんね。はい。はい。してて。え、ワークショップで大阪に行ってるってすごいね。まあ、本当ココアに感謝ですね、それは。うんうん、素晴らしいね。うん、で、1回目を2月の後半とかにやってて。うんうんうん。で、今回、あの、2回目お話しいただけて。うん、で、今、2回目で来てて。っていう感じですね、大阪にいる理由なんですけど。まさに今やってるわけね。そうですね。まあでもいいね、そうやって定期的にこう交流持てて、うん。そうですね。やっぱりこう全国的じゃないけどね、やっぱ持ててるといいし、うんうん、まあ多分タクトにお願いしたいっていうこともあるからだろうな、当然ね。うん。うん、特にはあれでしょ、若い子たちは結構仲いいんでしょ？そうですね。うん、結構つながりが深く。やっぱりこう、小学生とかみんなが中学生の頃から一緒にいるので。そうだよね、そういうことだよね。はいはい、ちなみに僕たち仲悪いわけじゃないんだけどね一応ね、はい、そうそう、だからそうなんだよね、だから結びつきが早いんだよね。うん、そうですね。だってよくタップでのアンサンブルでキッズで一緒だったとかとかもいるからね。あ、そうですね、うん、だからやっぱりそういう交流って素晴らしいよね。うん、うん、そうか、すごいね。でちなみにその今さっきの話だと、そのやっぱコロナの前まではね、いろんなことがあったけど、やっぱコロナでそうだ、約まあ2年ぐらい、まあそれはタクトに限らずだけどね、我々全般がそうで、まあそんなこともあって去年ちょっと無理やりライブとか公演とかね、まあ僕もうちつまタクトにもいろいろ来てもらったんだけど、で、今後、まあ今後まだどうなるかわかんないんだけど、タクトとしてはどんなことをしていきたいとか思う、あれはあるのかな？そうですね、基本的には、今もバイトでバーで働いてるんですけど、うんうんうん、あのそのバーが浦安にあるんですけど、うんうん、オーナーの方がジャズシンガーで、うんうんうん、で、あのバイト全員パフォーマーっていうのが条件なんですよ。なるほどなるほど、あるね、うんうんうん、でその場でお客さんとかが見たいって言ってくれたらその場でセッションするとかのをやってて、で自分もタップダンサーとして働かせてもらってて、でそこでいろいろ感じたのが、あのタップに対するイメージを、やっぱりタップってどちらかというとマイナーなものなので、なんかタップって名前は聞いたことあるけど実際見たことなかったっていう人が結構多くて、でそれこそ、まあ、ちょっと前にはなるんですけど、あのヒデボー先生とかがよくテレビに出てて、タップダンサーとしてテレビに出てて、でそれで割とこう広がってんのかなみたいな、ちょっと勝手に思ってたんですけど、あ、それでもやっぱ見たことない人ってこんないるんだと思って、でそこでこう自分が発信していきたいなっていうのを感じて。そうなんだよね。だから、その、我々はタップ界にいるから、極端なこと言えばもうみんな知ってんじゃんとか思うんだけど、うんうん、もう世間で言ったら、もう俺が言えないんだけど、タップダンスなんかもう全然もう、知名度ないし、で、まあもちろん僕らも、そういった意味ではタップの認知度
広めていこうと思っていろんなこう活動をしてるんだけど、やっぱりなかなか正直なところこう難しくて、うん、やっぱりこれっていうのはずっとこう、次の世代、次の世代と、うん、やり続けてもらって、もっともっと認知度を上げてほしいなって。やっぱりその個人の活動ってやっぱ限界もあるから、やっぱりいろんな、なんだろう、テレビももちろんそうだし、いろんなこう、SNS とか使って、だからね、ちょっとちょっとでもいいから、やっぱりどん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 ね、活動していかなきゃなと思うんですけどね。うん。そうなんかそういうことはしてるの？なんか、タクトは。まあ、その、大それた活動ではないんですけど、まあ、いろんなところに、なんか、ジャズセッションバーとかにちょっと飛び入りで参加して、で、そこでタップやっていいですかって、ちょっと、ビビりながらもちょっとお願いして、で、まあ、そこでタップをやって、で、大体やっぱり、タップとセッションするの初めてとか、うんうんうん、結構衝撃的だったのが、あ、タップってジャズと合うんだねって言われて、あ、もう そこからなんだと思って。ジャズの人に言われちゃったのね。はい、ジャズの人に言われちゃって、うわ、そこからかと思ったんで、まあ、それはもうなんかもう見せるしかないよね。変な話ね。はい。そうですね。そういう時ってどうすんの？現場で板とか持ってくの？あ、はい。で、一応、マイ板を作ってて、なんか、半分に折れるようにしてて。で、自分のリュックにぴったりのサイズで作ってて。なるほど。はい。リュックの中入れて、で、タップルちょっと出して、パッと開けて。まあ、じゃあもう飛び込みでいけるわけだ。はい、持ってるという。それいいね。はい、普通だとガラガラガラって準備大変だからね。はい。まあでも生活のもすごくいいね。うんうん。で、やっぱタクトはやっぱりどんどんやってってほしいね。ありがとうございます。ダンス感で。うんうんうん。あれ、これもね、また YouTube でアップさせてもらうんだけど、なんか YouTube 的なことはなんかある、やってるの？やってはいるんですけど、ここ半年ぐらい更新してなくて。まあよくあるよね。はい。なんか、もしあったら、後で聞かせてもらえれば URL とか。あ、はい、はい、この下のリンク貼っときますので。あ、ありがとうございます。ぜひね、皆さん少しでもね。なんか、あれしょ、パフォーマンスとかも入ってるんでしょ？あ、はい、うん。ぜひね、まあ、だいぶ前のかもしれないけどね、見ていただいて、タクトを知ってもらえればいいと思うんで、はい、後でまた教えてください、そこは。はい、わかりました。そうか、ジャズバーとか行ってセッションしてんのか。はい、そうですね。で、それこそさっきのカッティングコンテストの、まあ、続きじゃないですけど、そこで優勝して、あ、即興って面白いなと思って、うんうんうん、で、なんか即興めちゃめちゃできるようになりたいなって思って、で、まあ、即興メインにずっと練習してて、今、こう、ジャズセッションバーとかで、まあ、即興メインでやってるので。うんうん。そのさ、面でも、はい。まあ、僕らの頃ってもう振り付けメインで、まあ、逆に言うと即興なんかもうないっていうのがもうメインだって、で、今はまあそんなこととは別にそういうこともまあ、細々とやってはいるんだけど、でもそういうところにどっぷり使ってるタクトからして、その即興に、今後のタップダンサーが、即興をしていく上でどんなこと気をつけたらいいとか、うん、こういう練習方法があるよとか、そんなのないかな。ああ、なんか。自分は最初どうやってきたとかさ。はい。自分がやってきて、なんかミスったなって思うところがあって、まあ考え方なんですけど、即興でやるときに、自分が中高生の時は一番大事にしてたのが、やっぱりいかにすごい技やるかとか。うんうんうん。見せるってことね。はい、見せるっていうことを意識してたんですけど、最近こういろんなところで即興やるってなって、やっぱ見せる相手がもちろんタップダンサーだけじゃないですか。だけじゃないじゃないですか。うん、そうだね。うん、なんならむしろタップ知ってるの俺しかいないみたいな状況がむしろ多くて、そういう時に、なんかすごいことやってもやっぱ分かんないんですよね。だから、そういう時は音楽に合わせて、
なんか本当にやるステップは本当スタンプ、フラップ、シャッフルぐらいしかなくても、リズムが綺麗にはまったらすごい湧いてくれるので。だから最近気づいたのは、即興はその場のニーズ。あ、そう、もちろんそうだよね。一回考えて、どれがいいんだろう。ここはタップダンサーが多いから、ちょっとじゃあ、技とかもやってみようそうかだみたいね。な。タップダンサー全然いないから、で、しかもジャズセッションバーとかの音楽好きが多いから、じゃあちょっと、ほとんどシンプルな構成にして、めっちゃリズムで頑張ろうかなとか。そうなんだよね。だから、それってもう僕らのその振り付けなんかもそうで、お客さんがね、タップ知らない人多いときはやっぱそうだし、逆にタップダンサーばっかりいるときはとか、そういうのってあるよね。だからやっぱりターゲットって意識しなきゃいけないよね。やっぱね、プレイヤーとしてはね。何でも同じとかね、全部これじゃなくて。そうですね。まあ、それさっきのまた質問に戻っちゃうんだけど、これからインプロを学びたいっていう子たちに、なんかアドバイスとか、ありますか？どういうことを気をつけるとか、まあ、どんなやり方でこう、まあね、すぐにあれするものじゃないんだろうけど、アクト的な感じとしては。俺的には、多分最初って、できないんですよ。で、俺も全然頭の中で思い描いたリズムやってたら、1音多くなっちゃった。想定より1音多くなっちゃって、ちょっとはまんなくなっちゃったみたいな。全然あるんですよ。で、結構最初、インプロ始めたてとかの人って、もうそれなった、やっちゃったら、1音多くなっちゃったら、もうダメだってなって止まっちゃったりとかすると思うんですけど、正直言うと即興で自分だけだから、何してもいいから、なるほど。しかもミスっても周りの、それっぽい顔してればミスじゃなくなるんで、だから本当にインプロやりたいな、みたいな、即興やりたいなと思う人は、ミスを気にしないっていうのが一番大事かもしれないですね。それって例えば、なんだろう、メトロノームに合わせるとか、何もないとか、あと、何でもいいから、例えば曲をかけてやった方がいいとか、そんなのどうなんだろうね。なんか、どういう即興をやりたいかにも結構よるんですけど、例えば、曲に合わせてやりたいとか、ジャズセッションバーとかで、そのジャズのミュージシャンに合わせてやりたいとかだと、やっぱ最初は曲かけて、自分の知ってる曲とかかけて、それで踊ってみる。で、逆に、自分一人だけとか、なんか周りにテンポキープしてくれる人が誰もいないようなアカペラみたいなタップを即興でやりたい人は、やっぱりアカペラをずっとやってた方が、正直自分は曲に合わせてやることが、練習することが多かったんですけど、最近それでアカペラやったら全然うまくいかなくて、それで、もう種類が違うとこんなにやりやすさ違うのかと思ったので、それっ自て分がやさ、りたいように。例えばその曲があれば変なし、テンポがあるわけじゃん。で、アカペラだとそこが自分のキープになるわけじゃん。やっぱそういうところの違いってやっぱ大きい。かなり大きいですね。ああ、なるほどね。で、ジャズセッションとか一緒にやると、ジャズって、サビっていうかメインテーマがあって、一人ずつソロをこうやっていくじゃないですか。で、もちろんタップも来るんですよ、自分のソロが。そうすると、みんな止まるんですよ、俺のソロの間って。で、でも一応ずっとテンポって、その曲のテンポあり続けるじゃないですか。だから、一番最悪なのが、そこでテンポ崩しちゃうことなんですよ。全然多少速くなったり遅くなったりは全然いいんですけど、そこでテンポ分からなくなっちゃうっていうのが正直一番最悪で、お客さんも一気に冷めるし、自分もめちゃめちゃ焦るしっていうのが多くて。なんで、アカペラ、自分が意識してるだけなんですけど、アカペラで即興やるときは、本当難しいこと一切しないです。なあ。
テンポ本キー当プ。自分が、テンポキープ第一、命にして、もう難しいことは全くしないで。まあ、要するに最悪回避だよね。そうですね。でもそうやってそうですさ、こね。れからやる子たちは、やっぱりある程度今言ったそのアカペラとか曲とか、まあ、メトロノームとかも含めて、やっぱりまずは、細かいことを気にしないでいっぱいやるってことなのかな？そうですね。一番最初はそれがいいかなと思います。やっぱりやってみて多分いろいろ感じるんだよね、きっとね。そうですね。で、ダメダメってもちろん最初は当然できないわけであってさ、それで失敗も多いんだけど、またそれを次に活かせばいいってことでしょ？そうですね。で、ずっとやってると、ミスした時の回避方法のレパートリーがどんどん増えてくるんですよ。元に戻すね。なんで、そのうち、自分はミスしたって思うんですけど、周りが気づかないから、周りから見た時の完成度がすごい上がるんですよ。でもさ、タクトの考えでいいんだけどさ、よくインプロってさ、もちろん曲が知ってればさ、少しメロディーとかもわかるから、なんか多少それになぞることもできるけど、全くわかんない時に関して言うと、結局、テンポキープの中で打っていくようなものになるわけじゃない？そうですね。そうすると、その中で自分が変な言い方を持ってるインプロのできるものっていうものが、さっき言った場合によっては簡単なものでともかくキープしようとか、っていうことになってくるので、やっぱりそれっていうのは、どんどんいろんなことやっていくうちに、持ってるものが増えてくるっていうのなのかね。そうですね。あと、もちろん知らない曲でやることもあるので、その時に感じたのが、曲、本当聞きながらやって、やっぱ知らないから、サビを、まあ、例えば J-POP とかやって即興するってなったら、サビをやりながらですけど、覚えとくんですよ。1番のサビを。で、2番来るじゃないですか。そしたらサビって大体一緒じゃないですか。その時に、リズムとか合わせて音ハメみたいなことすると、なんか、やっぱお客さんからしたら、そうだなんか、ね。知らない曲でやってるのになんではめられんのみたいな。なって、結構、わーってなってくれるんで、曲聴きまくるっていうのが、やっぱ大事かなと思います。だからそれも含めてさ、やっぱりなんていうんだろうな、そのリズムキープしてる段階で余裕があって、その今の現場の曲を聴けるってわけだもんね。ああ、そうですそこね。でも必死になってなんかただ合わせてるだけだと、当然細かいところが聞こえてこないから、で、それも今やって慣れてきて、聞こえてきて、じゃあ次に合わせようってなったら、それはすごいよね。そうですね。まあだからもう、とりあえず、なんだろう。基本のステップは基本のステップでまあやるとして、それとは別に使えるものを利用して合わせていく。そうですね。でも別にインプロに関してもそうだけど、やっぱり土台としてはいろんなステップの基本がある程度高いレベルでできるってことが大前提だよね。そうですね。やっぱりフラップとか、シャッフルとか、ボールヒールとかが、まあ、パドルとかもそうですけど、できないと、技じゃないところで、なんか、全然上手くないっていうのは一番ちょっとかっこ悪いんで。そうだよね。ちゃんとそういう今って基本的なことがちゃんとリズムできてなかったら結構きついよね。結構、見てるこっちも、あ、多分、技ばっかやってきたんだろうな、この人は、ってちょっと思っちゃいますね。だから技もね、もちろん技は技でおってなるしね、いいんだけど、それがリズム外す原因になったら結構きついよね。ああ、結構きついですね。ですね、もう技だけバンバンやって、わ、すげえと思うんだけど、分かってる人はきっとなんかずっとずれてるんだけど、みたいな。結構きついよね。結構きついですね。まあでもそれがそれぞれの皆さんのいろんな色にはなんだろうけどね。あくまで自分の思ったことだって。いいと思う。だからもうタクトはタクトの道で、で、またこの後もどうなるか、それは絶対誰もわかんないから、今は今のままでそういうことだ。またきっと今度タクトを目標にする子も出てくるだろうから、今後。だからそういった時にこういう話とかもすごい、参考なんじゃないかな。
ありがとうございます。結構もう僕もそうだけど、なんだけど、もうここの10年、20年で結構世代交代早いからね。うん、変な話だけど、タクトは小学生ぐらいでもう何もしなかったら、もういつの間にか今のポジションにいたりとかするわけじゃん。うん、でも今の全然タップ始めたか始めてないかぐらいの子が多分10年したらまたものすごくなってくるし。おで、やっぱり上の人がいるってことはすごい目標になるから、それを超えようと思ってできることだから、うん、やっぱりそうやっていい環境だと思うんだよね。特に今の日本はいい環境になってきたから。うん、ただ、それでも、やっぱ認知はないよね。タップはね。まだまだ。ないですね。だからもう、ほんとちょっとした、なんで本当にテレビでも、CM でも、なんだ、SNS も何でもいいけど、ちょっとでも取り上げてもらうと嬉しく思うし、うん、はい、そんなこと嬉しく思ってること自体も間違ってるわけであって。ああ、そっか、確かに。なんか歌なんか毎日どこでも聞けんだろうと思うけど、タップはそういうわけにいかないからね。ああ、そうですね。だからそういうところで、まあ、僕はまだみんなで力を合わせてなんかできればいいなといつも思ってるんだけどね。でもやっぱりタクトみたいなその個々の活動ってやっぱ大きいし、その同じ世代の子たちがいろんなことやってるっていうのは、すごくいいよね。そうですね、うん。みんなスタイル違うんで、同世代。ほんとすごいなと思います。だこの間もほら、去年、愉快な仲間たちで出てもらって、いろんなね、はい、同世代の子たちっていうか、まあ、いたけど、まあ僕は単純にすごいなと思うよね。うん。うん、やっぱり僕らの世代ではもう、それはできないし、まあ、いいも悪いも、いろんなタップあんだなっていうわけだし、だから、それがそれでもっとなんとかな、メジャーになって、まあ、要はやっぱり仕事にならなければと思うから、結局このまま終わったらやっぱり趣味だったねっていうふうになっちゃうわけだから、まあ、そんな道筋がなんかうまくできるといいよね。そうですね。うん。だから、タクト、そうだな、タクト、うん、やっぱり今の活動を続けつつ何かこうチャンスがあったりとか。うん。うん、もっともっと大きい。まだ20前半だもんね。そうですね。だから、ここ10年だよね、きっと勝負は。そうですね。ここ10年で自分の存在と何か居場所がないときと、次の20代の若い子は出てくるはずだから。うん。うん。だってこんな言い方変だけど、もう僕だってやり始めたこともみんな当たり前だけど、もう自分が一番下で一番若手だったのに、なんか今あっという間に、あれだ、ミスミさん言ったけど、なんかもう、なんか中堅とかじゃなくて、もう、大御所とか上の方にいるぐらいに言われちゃったから、そんなつもり全くないんだけど、はい、うん、気づいたら年取ってたっていうだけなんだけどね。まあ、そうなっちゃってるけどね、現状ね。うん、そうですよね。なんかタクトの方からなんか聞きたいことがある？なんだろう。なんか、それこそ、12月の舞台とかで、即興をやらせてもらって。いや、ガラコンサートね。あ、そうですね。まあ、どっちもなんですけど。はい。なんか、率直に思ったことがあったら、ちょっと聞きたいかなっていうのは思いますね。あ、感想ね。それ、はい、こんなとこで言っちゃっていいの？あ、はい、全然。あ、そう、じゃあ言える範囲でね。はい、僕、今の若い子たち、大体全般に思ってることは、その、もちろんいろんな意味で作り方が違うんだけど、多分ね、その即興であったりとかインプロであって、前にほら、タクトにさ、どうやって振り作ってんのって聞いたときに、なんかちょっとこう決めのところ決めて、あ、はい、で、間はそこインプロに埋めてやるみたいな感じで、で、全部が振り付けだとなんか緊張しちゃうとか、うん、まあ、ミスがあるからって話をしてて、で、僕たちはそれと逆で、まあ、基本全部振り付けで、で、そのためになんか、すごい練習はするんだけど、で、その、なんていうかな、ちょっとライブのことは僕はよくわかんないから、ちょっと的外れなことかもしれないんだけど、なんかそのみんなやってるパフォーマンスってすごい、まあ自分に比べたら自分にできないその足の運びだったりとか、リズムだったりとか思うんだけど、なんかね、もっとできないかなって思っちゃうの、いつも誰の見てても。うん、例えばそれがその人にとってその場だけのものっていう扱いだったら、それはそれで多分成り立つと思うんだけど、なんか、
ただの、作品というか、まあ、そのパフォーマンスを見るにあたって、これもしかしてもうちょっと練ったらもっとすごいのかなとか、うん、でそのなんていうかな、メリハリが自分の中で、そのここはちょっと軽く踏もうとか、ここちょっと俺すごい行くところとかっていうのはあると思うんだけど、それも含めてなんかもっともっとしっかりとやりきっちゃって、その本当にここはインプロ、ここはちょっと作ったところっていうのはあっていいと思うんだけど、なんかね、今も今でそのなんていうのかすごいとは思うんだけど、きっともっと詰めて作ったら多分なんていうの、それこそみんなスタンディングオベーションなんじゃないのかぐらいには思ってんのね。お、うん、ただそれが なんだろう、多分タクたちはその結構早く作品作れるじゃん、変な話。あ、そうですね、はい、うん、だからその辺ってなんだろう、もっとこんなんでもうこれで大丈夫かなとか、もっとこうしようとかって、その辺ってどういうふうに作ってるのかなとはやっぱ思うんだよね。ああ、なるほど、うん、だからそれってなんか僕らは、なんか、まあ、僕らとみんなじゃないと思うけど、ちょっと言い方悪いとすごく効率悪い作り方するんだね。うーん、だから1作品作っ、1曲作るのに100回踊んのかよみたいな、あ、バカじゃねえのとか思うけど、でもそこまでやんないとなんていうの、上がれないとか、うん、僕の上のやっぱ先生とか杉本先生とかも言ってたんだけど、もうお客様に1円でももらうんだったら、もうそんな生半可なことじゃダメだよ。うん、一緒、まあ、世代の人たちみたいにうまくいかないんだけど、もうピカピカの靴だったりとか、もうおろしたてのシャツだったりとか、ものすごいとか、そこまではできないんだけど、うん、気持ちの上では、まあ、よくだからほら、なんかパフォーマンス終わってさ、いや、間違えちゃった、俺、ちょっと今日悩んだかって、いや、それまずいだろうとかってやっぱ思ったりするのね。うんうんうん、そしたらそれお客さんの前で謝らなきゃいけないんじゃないのかじゃないけどさ、うんうん、まあ、もちろんその時当日のそのアクシデントはいっぱいあると思うのね、それはいいんだけど、それが本当によく僕なんかがその言うのは、その本番のパフォーマンスっていろんな意味でいろんなことがあるから、お客さんとキャッチボールした上ですごい良くなったりとか、また逆の場合もあるんだけど、ただそうは言ってもそこまでの過程をどう過ごして練習してきたかとか、どうやりきったかっていうのは絶対その次に残ると思ってるから、だからそこがなんかあやふやで、俺たち楽しかったぜではなくて、うん、この曲に、一曲に対してこの、まあ、結局期間があるものだから、この期間の中ではもう最大限やったよとか、もうここ悔いはないとかってなって、まあそれがじゃあ俺ができてるのかって別にできてはないんだけど、そういう思いはなんか若い子たちがもうそこまで突っ込んでったら多分すごいことなんじゃないかなっていうのを思ってて。だから一度ちょっとなんかすげえ話して作り込んでみようぜとかって。それは別に振り付けを全部作るって意味ではなくてね。うん。もうちょっとなんていうか、もう極端で舞台出たり吐けるまでもちょっと気をつけようぜとか。もう我々なんか吐けるときにわざと足を後ろにクロスして半回転してからそれから吐けようぜとか、そういうことも考えるんだよ。もう終わったらもうそこに近くのある袖から履けるじゃなくて、うんうん、2袖3袖に履けるために斜めに足を運んで、で1回回ってから履きようとか、そういうところまで結構かかる時があるのね。うん、だそういうことをやってきた人間としては、なんかみんなもそうだけど、そのやれっていうことじゃないんだけど、少し考えるポイントとして、うんうん、その出方の一瞬でとかさ、うん、それも例えばいろんな多分も趣旨があると思うのね。シビアにこう入ってスーッとシビアに履けるかもしれないし、でもそれって自分が思ってることが一番はそのお客様が共有してくれればいいと思うんだよ。うんうん、例えばお客さんがそう思ってないのに自分だけそう思ってやってた場合って結構評価は低くなっちゃうんだよね。うん、いや俺はここはもう笑わないでシックにやりたかったんだよ。でもお客さんは何あの子怒ってんのとかって思われちゃったら、うんうん、そういうことじゃん。だからそういうことをたくさんやってみて、タクトとしては、例えばね。うん、やってみて、それがうまく伝わってる？自分のやりたいことが。うん、俺今ハッピー、すげえハッピーなナンバーやってるからみんなも楽しくなってほしいとか、逆にちょっと俺これシックが聞かせたくて、ちょっとみんなもう目つぶって聞いてくれよじゃないけど、うん。うん、まあちょっとごめん、大げさに言ってんだけど、うん、なんかそんなことを詰めてったらきっとすごいことになるんじゃないかな。だからすごい足を持ってるっていうこと自体はもう本当に単純に羨ましいと思ってて、だからその人たちが
なんつうんだろう、まあ、本気って言い方変だけど、もっとなんつうの、すごいことを計画して、ただ、そう言っても、さっき言った頻繁に出るものはいっぱいあると思うから、それはそれでやっていかなきゃいけないんだけど、うん、それとは別になんかこう、なんていうかな、作り込んだライブであったりとか、公演であったりとか、やった時に多分すごいことになるんだろうな、みたいな。うん、ちょっと例えばあってかわかんないけど、セビアン・グローバーがさ、結局、ブロードウェイに上げたじゃん。はいはいはい。結局それまでってなんかちょっとあれだけど、ね、リズムタップなんてって時代もあったのし、黒人画っていうのあったけど、でもそんなことをもうなしにブロードウェイに上げちゃったわけじゃん、作品を。いろんなことあると思うけど、まあ、それすごいと思うのね。誰もそんなことはきっと起こせないと思ってたと思うんだ。だからなんかそれぐらいなんかこう、なんかね、勝手な希望ですけど、タクトたちとかね、タクトの周りとかわかんないけど、もうそれがなんかね、もう日本で言うとどうなのかな、定劇でやるぐらいな感じで、うんうんうん、そうやって言うのは別に金出せばできるんだけど、別にお客さんが、うわ、やるんだ、もうみんなで行こうよ、みたいな。うん、っていうことが見れたら嬉しいなとは個人的には思ってるんですけどね。はい、ありがとうございます。はい、だからもちろんよく、勝手なこと言ってますけど、やっぱり古くいる人間って古くした人間の経験とかあると思うから、やっぱりタクトもいっぱいそういう話を聞いて、多分トンチンカンなこと言ってる場合も多いのね、変な話だけど。そういうのはほっといていいから、自分にとって、有益、あ、これ考えつかなかったな、とかと思うこと。僕なんかもそうだけど、やっぱり、いろんなこと聞いてね、よかったよかったよとか言いつつ、まあもちろん僕はダメ出ししてほしい方だから、ダメをいっぱいもらった中で、それは、何言ってんのっていう時もあるし、あ、それは気づかなかったとか、っていうことはやっぱりいっぱいあって、だからやっぱりいっぱいこう、年上の経験してる人に、話を聞くっていうのは多分大事だと思うから、いろんな機会見つけて。うん、まあでも、タクトはね、橋本さん近くにいるからね、まあそれはそれでいいんだけど、ね、まあそれとはまた別の意味でもね、はい、いい意味でこう広がっていけたらいいんじゃないかなっていう勝手な希望を持ってます。はい。ありがとうございます。ぜひ頑張ってほしいなと思ってますんで。はい。ありがとうございます。なんかあれ、最近やるとか近い宣伝とかなんかありますか？舞台とかライブとか。7月の、いつだったっけ？やべ、怒られる。7月の、確か何かありますよね。スタジオの。はい、7月24日ですね。24日ですね。はい。はい、日曜日、どこで何をするんですか？場所、忘れちゃった。滝の川。あ、滝の川。会館で会館で、はい、スタジオガンバの発表会をやります。素晴らしい。もう、当然あれかな、もう 2年、3年ぶりぐらいなの？そうだよね。そうですね。そのみんなコロナ禍でずっと、オンラインのなんか配信で、ね、頑張ってたよね。じゃあ、有観客で。3年ぶり。はい。ああ。もちろん、タクトも出るし、はい、そうです。なんかソロとかもあんのかな？はい、あります。あ、じゃあそれは楽しみですね。はい。で、今回、ずっとスタジオガンバの、フィナーレを作ってたのがずっと、加藤忠先生。うんうんうん。なんで、だったんですけど、加藤先生が、世代交代をしたいって言われてなくて。いや、それちょっと意味が違うと思うけど、まあいいや。うんうん。なるほど、加藤ちゃんが。したらなんか、俺になっちゃって、フィナーレを作るのが。フィナーレ構成演出。はい、そうなんですよ。うんうん、俺になっちゃって。すごいね。なんで、ちょっと、もし来ていただけたら、うん、フィナーレにも注目していただけると。あ、なるほど。このフィナーレはタクトが考えたもんだと。あ、そうです、そうです、そうです。もう、まあ、細かいことは言えないと思うけど、漠然となんかこう考えてることあるの？こういうことやる。そうですね。はい、フィナーレは大事だからね。はい。そうですね。最後のまとめとしてね、お客さんも楽しんでもらえるように。はい。でもまあ本当にその橋本さんはじめ加藤ちゃんもそうだけど、助けてくれる人がね、ガンバはいると思うから、うん、いい先輩がいると思うので、もう胸借りて思いっきりやって、で、よっぽどなんか変な羽外しすぎると絶対注意するから、ダメだって言われるだろうから。はい。だからもう思いっきりやってみたらいいんじゃないですかね。
じゃあいいね。いろんな機会がいっぱいあるからね。またこのコロナ禍も少し落ち着いてね、また前のような活動ができるといいと思いますけどね。それがあれかな、一番近いメインの大きなものとしては。そうですね。その後は何かあるの？今のところは、まだないですね。まあでもね、まただから僕らもそうだけど、もっと気軽にライブとか公演ができるってなってくるとね、みんなも動くんだけど、まだやっぱりちょっと正直なところ様子見で、ね、っていうところがいろいろあるので、またぜひタクトの活動の場が増えてくるといいだろう。もしまた何かあったらぜひ声かけさせてもらいたいなと思ってます。ありがとうございます。本当に今日はすいませんね、大阪にいるにも関わらず。いや。急なこと言ってありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、また、機会があったらぜひね、いろんな声かけて話したいと思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございましはい、た。じゃあ、切ります。失礼します。